夏、それは波乱の季節。それがまさか、あんな形でこの身に降りかかるだなんて。最後の曲は、やっぱりこれがいいかな。うん、バッチリ。これでセットリスト完成だね。練習計画にセットリストの準備、それから夏休みの宿題のスケジュールまで完璧に決まったの。次のライブが楽しみなの。ええ、そうですわね。今日の春菜ちゃん、元気ないね。うん。ああ、私ったらすみません。ご心配をおかけしてしまって。ううん、それは別にいいんだけど。ミーコたち、春菜ちゃんに何があったか聞きたいの。もしかして、何か悩み事？悩みというほどではないのですけれど、少々、その…実は私、今日からしばらく一人でお留守番をすることになったんです。お留守番？なんで？どういうこと？今、母と妹が夏休みを利用して、北海道の祖父母のところへ行っているんです。それに加えて、父もしばらく仕事で帰らないらしくて。そうだったんだ。お家に一人なんて、ちょっと寂しいね。へえ、そうかな。私はワクワクしちゃうけど。キャンプみたいで楽しそうなの。キャンプですか。さすがにそう感じる余裕はありませんわね。楽しそうなのに。だってだって、晩ご飯にお菓子だけ食べても怒られない上にいたずらだってし放題なんだよ。自分しかいないのに、一体誰にいたずらを仕掛けるつもりなのですか？でも、くるみさんの言うことも一理あるかもしれません。不安がるよりももっと楽しむ努力をすべき。くるみさんが言いたいのはそういうことですわよね。うん、きっとそっちの方がずっと素敵なの。それに、寂しいのが問題なら解決方法はいくらでもあるよ。例えば、今日これから春菜ちゃん家でお泊まり会するとか。わあ、すごく楽しそう。ええ、構いませんよ。宿女としてふさわしい振る舞いを綴ったお泊まり会のしおりを用意してお待ちしています。うえ、そんなお泊まり会楽しくないよ。いつもの春菜ちゃんに戻ってめでたしめでたしなの。でも本当に無理はしないでね。不安だったり寂しくなったらいつでも連絡して。その時のためにとびっきりのいたずら用意しといてあげる。今から楽しみなの。いたずらは遠慮したいのですが。ありがとうございます、皆さん。その時にはぜひお言葉に甘えさせてください。なんて不安に思っていたのが嘘のよう。今のところ問題なく過ごしていますわね。ほんの少し寂しさはあるけれど、それも家族の帰りが待ち遠しいからでしょうし。さて、そろそろお洗濯物を取り込まないと。あら？はい、もしもし、春日でございます。まあ、お母様。こちらはもちろん大丈夫ですわ。家事も想像以上にスムーズに。え？すみません、よく聞こえなくて。今、何とおっしゃったんですか？お父様の会社が？お父様の会社が危ないって、一体どういうことなんですの？
お母様。まったく、またそのお話ですの？この前も同じようなことを言ってお父様を困らせていたではありませんか。ありえません。とにかく今は落ち着いてお父様からの連絡を待ちましょう。こちらから連絡したところで以前のように大笑いされて終わりでしょうし。ええ、また何かあったら電話をしてくださいね。ではまた。お母様ったら思い込みが激しいというか、なんというか、箱入りというのも少々考えものですわね。はあ、さ、お洗濯の続きをいたしましょう。これでよしと。残るはお夕食の準備ですわね。と言ってもお料理には自信がありません。普段はお母様に任せきりですし。どうしましょう。父さん。いや、まさか、そんなこと絶対にありえませんわ。お父様に限って、そんな。そういえば、お父様が連絡もなしに家を開けるなんてこと、これまでにはありませんでしたね。だからこそ、お母様も不安になっている。お父様、まさか、本当に？命綱。お母様の話が本当なら今後生活は苦しくなるはず。それどころか一家全員路頭に迷う可能性も。もちろんそうなるとは思っていません。いませんが、念には念を入れて節約をしておくべきなのでは。確かお歳暮でいただいた缶詰があったはず。今日はそちらをいただくことにしましょう。まあ、このハンバーグすごく美味しいですわ。缶詰といえど侮れませんわね。はあ、ダメですわ。どうしてもお父様の会社のことが気になってしまいます。こうなったら集めるしかありませんわね。お父様の会社の情報を。どうして不安な書き込みばかり見つかりますの？真偽不明とはいえ、これでは余計に不安になってしまいますわ。はぁ、あ、今日の春菜ちゃんなんだかおかしいの。何も乗ってないターンテーブルを撫で続けてるの。私のいたずらにも無反応だったし、お家で何かあったのかな。あの、春菜ちゃん？ああ、はい、どうかしましたか？その、お留守番はどう？全く問題ありませんわ。お留守番は何も。お留守番は？いえ、その、今のは言葉のあやと言いますか。もう、春菜ちゃん、どうしてそんなに隠そうとするの？今日の春菜ちゃん、絶対に変なの。何かあったなら、ミーコたちにも教えてほしいの。そうだよ、私たちお友達でしょ。皆さん、それが、その、実は…え？お父様の会社が？でも、
春菜ちゃんのお父さんって大きな会社の偉い人なんだよね。そんなこと本当にあるのかな。それが最近では珍しいことではないらしいのです。私なりに調べましたが、そちらでもそろそろ危ないなどという意見が見つかって、つまりお父様の会社は本当に。まさか、大げさだよ春菜ちゃん。難しいことはわからないけど、でもそんな噂があったら確かに気にはなっちゃうよね。そうだ、私のお父様にご相談すれば何か力になってくれるかも。みやさん、お気持ちは嬉しいのですが、それはちょっと。なんで？みゆちゃんもこう言ってるんだし、素直に甘えちゃえばいいじゃん。もう、くるみさんはまたそんなことを言って、そんなことできるわけがないでしょ。だって、そうしてしまったら、私とみゆさんの関係が。とにかく、これは私の家の問題ですから、心配なさらないでください。さ、練習はここまでにいたしましょう。それでは、お先に失礼いたします。お疲れ様なの。とは言っても、やっぱり心配だよね。私たちにできること、何かないのかな？なの。皆さんの手前ああ言いましたけど、やはり不安はつきませんわね。だからといって申し出を受けるわけにもいきませんし、家族の問題で私とみゆさんの関係が壊れるだなんて、そんなこと絶対に嫌ですもの。しっかりしなさい春菜。今はこの先どうするべきか考えるのです。お母様のお話が本当ならいずれ騒ぎになるはず。連日ニュースで報道されて。まさかそんなことはありえませんわ。ですが万が一にでもそうなれば、私の生活はめちゃくちゃに。それどころか、恋にしているみゆさんたちにも、取材人の魔の手が。そんなの、絶対にいけません。私が何とかしなければ。そのために、まず必要なのは。春菜ちゃん、今日はお茶会参加できないって。お家のことそんなに大変なんだ。どうにかしてあげたいけど、昨日断られちゃったし。みゆちゃんとの関係がどうのこうのだっけ。あれって結局どういう意味だったんだろう。困ってるお友達を助けてあげたいって、それだけじゃダメなのかな。多分だけど、お友達だからこそじゃないかなってミーコは思うの。それってどういうこと？はるなちゃんも言ってたけど、これははるなちゃんのお家の問題なの。それをみゆちゃんが解決しちゃったら、みゆちゃんははるなちゃんの恩人さんになっちゃうの。ミーコ、恩人さんにはわがまま言ったりできないと思うの。お友達なのにそんな風になっちゃうのは、なんだか寂しいの。あ、そっか、春菜ちゃんが言ってた関係ってそういうことだったんだ。春菜ちゃんは私と対等なお友達でいたいと思ってくれたんだね。それなのに私。そう言われると確かに、いきなり全部やってあげるっていうのは良くなかったかも。でもだからって何もしないでいるのも違う気がする。だって私たちお友達なんだよ。うん、私もそう思う。くるみちゃん、みーこちゃん、私、春菜ちゃんを助けたい。
方法はまだわからないけど、でもそれでもやっぱり春菜ちゃんのために何かしたいの。うん、さすがみゆちゃん、私もそれが言いたかったんだ。その言葉待ってましたなの。二人ともありがとう。まあ問題は具体的にどうするかなんだけどね。それについてはミーコもさっぱりなの。でもきっと大丈夫なの。三人寄ればもんじゃでパーティーなの。それなんか違わない？後半とか全然合ってないような。まあいっか。とにかくみんなで頑張ろうってことだもんね。うん、考えよう。今私たちにできることを。どうしたら春菜ちゃんの役に立てるのか、どうしたら春菜ちゃんの気持ちに寄り添えるのか。今度こそ春菜ちゃんのために。結局いい案は出なかった。春菜ちゃん今頃どうしてるかな。お母様と春乃ちゃんは旅行中だって言ってたし、今はきっとお家に一人なんだよね。こんな時に一人だなんて心配だな。寂しい思いをしてないといいけど。寂しい思い？あ、あ、ごめんなさい。ご苦労様でした。あ、もしもし、くるみちゃん？あのね、少し話したいことがあって。うん。うん。それじゃあ、また明日ね。よーし。はぁ、はぁ、やっと着きましたわ。もしもし、おじい様、春菜です。実は、折り入ってご相談がありまして。小さい頃に遊びに行った古民家、あそこを使わせていただきたいんです。騒ぎになる前に身を潜める場所を確保する。我ながらなかなか冴えた選択ですわ。理由ですか？その、今後のためにいろいろと、ええ、おっしゃる通りですわ。今のうちにあえて不自由な経験をするのも必要かと。なので、はい。はい。ありがとうございます。おじい様、あのご様子だとまだご存知ないのですね。はぁ、あ。いけませんわね。ため息ばかりついていては。しばらくはここが私のお家なのです。おじい様のおっしゃる通り、貴重な経験だと思って楽しみましょう。はぁ、古民家暮らしを甘く見ていましたわ。お店は遠いし、荷物は重い。帰りは当然上り坂。もうクタクタです。せめておしゃべりをする相手がいれば。なんて都合のいいことを考えてしまう。慣れない生活で少々ネガティブになっているのかもしれませんね。今日はもう眠ってしまいましょう。しばらくすればこの寂しさにも慣れるはず。きっとそうです。きっと。ああ、空が青い。今日も絶好のお洗濯日和ですわ。でも心はどんよりとしたまま、一人ぼっちで見上げる青空が
こんなに虚しいものだったなんて、なんだか憎らしいくらいですわ。嫌味なほど青い空に真っ白な飛行機雲、そこからカラフルなパラシュートが。みやさん？あ、はるなちゃん！よかった、無事で。やっほー、はるなちゃん。私たちもいるよ。なな！みなさん、一体どうしてここに？はるなちゃん、大丈夫？怪我とかしてない？それはこちらのセリフです。パラシュートで空から降りてくるだなんて、なんて無茶を。大丈夫だよ。この装備特別製でね、トラックにはねられても平気なんだって。そうですか。って、そうではなく、なぜこんな危険を冒してまでご家族の方の許可は取っているんですか。それはもちろん私たち一生懸命考えたんだ。はるなちゃんのために何ができるのかを。お家の問題はミコたちにはどうにもできないの。それは変わらないし変えられないの。でもだからって何もできないわけじゃないの。そうそう、だから私たちは私たちにできることをやりに来たんだ。皆さんにできること？はるなちゃんを一人にしない、それが私たちにできる唯一のこと。そう思ったらいても立ってもいられなくて飛び出してきちゃった。来ちゃったって、そんな。迷惑だったかな。ずるいですわ、そんな顔をされたら怒れるわけがないじゃないですか。まったく、あなた方と来たら本当に仕方のない方たちですわね。